大石実の医学神経学的アプローチ上染色体優性遺伝疾患には神経繊維主症ハンチントン病筋強直性ジストロフィー血節性硬化症などがあります。 上染色体劣性遺伝疾患にはニーマン・ピック病フェニールケトン尿症ウィルソン病マック・アードル病などがあります反性劣性遺伝疾患にはドゥシェーヌ型筋ジストロフィーレッシュ内反 胸血症候群,症候群ハンター症候群などがありますジャパンコーマースケールでは刺激しても覚醒しない状態を3桁刺激すると覚醒する状態を2桁 刺激しないでも覚醒している状態を一桁で表します筋力の評価方法ですが2は重力を除外すれば関節が動く筋力3は重力にこうして関節が動く4は重力および 抵抗に抗して関節が動く。5は正常の筋力です。四角路と視野障害の関係ですが、視神経病変は病巣側の変眼の失明、四交差病変は両自足反毛、側頭葉病変は反対側の視野の同名 上四分毛後頭葉病変は反対側の視野の同明反毛を起こします頭蓋底の穴と神経の関係ですが視神経孔は視神経が通り上眼下列は動眼・滑車回転神経・三叉神経第一子が通り内耳道は 顔面・内耳神経が通り経脈は絶上位運動ニューロン障害は腱反射更新病的反射陽性形成麻痺筋萎縮がないを特徴とします。 肝運動ニューロン障害は顕反射低下痴漢性麻痺筋萎縮繊維俗成収縮を特徴とします筋原性筋萎縮は筋維筋優位の萎縮感覚障害なし繊維俗成収縮 なし、血清 CK 正常から高度上昇を特徴とします「終わり」です。